僕は一つ思ったことがある。きっと視聴者も同じことを考えただろう。このお姉さん、かわいい。おっそうだな。それで何？これはくノ一が関係してるゲームなの？いや全く。え？全くと言っていいほど関係してないよ。じゃあこれは何のゲームなのよ？もしかしてホラゲー？えへへへへ。帰らせていただきます。ストップストップ。これ脱出ゲームだから安心して。脱出ゲーム？ならいいけど。けど当てね、脱出ゲームとかしたことある？謎解きとかできる？ふっふっふ、この名探偵アテネ様にお任せあれ。ほへぇ？とりあえずやってこ。やってこ。なんだろう、8割くらいできてたデータが、消えた時のこの気持ち、なんだろう。そんなことがあったら、3日は余裕で寝込むんだけど。俺だったら失踪してるね。メンタル弱。う？なるほど、この部屋から脱出するのね。お、目の前になんかあるね。怪しい。全部が怪しく見えるぜ。む、なんだろこれ？真ん中に月、そして4つのボタン？これはまさか？もうわかっちゃったの当てね。さっぱりわからん。ええー、まあ、探索とかしながらヒント見つけないとね。そうだねー。そんで、横に誰か寝てるんだよね。ええー、なんだこいつ。満腹感に浸ってるようにも見える。いや、この人の見つめてる先に何かがあるっていうのか？深読みしすぎでしょ。浮いた？浮いたね。これは、何かの暗号なのかな？この形が出てきたら、これが関係してるんだろうね。いや、シュールすぎる。まあこの人はほっとくとして、他に調べられるところは。お、時計に何かあるのか。パッカーン。色が変えられるみたいだね。これもどこかにヒントがあるんだろうね。わかんないことだらけだ。とりあえず、寝転んでる人は宙に浮けるという情報が手に入ったね。その情報いる？いりーまーすーん。どっちなの？あ、青い扉だ。また誰かいるんだが。サラリーマンからの、よぼじい。頭に図形が書いてあるけど、これってさっき見かけたやつじゃない？そういえば、そうだったような。いやさっき見たばっかだよね。そして、ネクタイの色も関係してるみたい。メモっとかなきゃ、いやなんなのこの動き。この人たちの髪の毛、前髪しかないのかな。辛い人生を歩んできたんだろうね。これは、取っ手がないから開けらんない。アイテム不足だねー。これは、もはやなんなのかなぞ。情報不足だねー。多分時計だよね。あ、ここでネクタイの色が関係してくるんじゃ？なるほどなるほど。さっきの人たちが並んでた通りに、色を変えてみようか。できない。そんなぁ。何か並びのヒントは？あ、何かわかったの？あの寝転んでる太っちょのあれだ。なるほど。あの図形の通りに色を並び替えればいいのか。そういうこと。えへへぇ、褒めてくれてもいいんだよー。あっぱれあっぱれ。いやー実にあっぱれだねー。何その適当な褒め方。嬉しいけどさ。嬉しいんだ。ほやし、開いたー。なんだかこういう暗号が解けた時の達成感っていいよね。わかる。でこれは、鍵かな？結構特徴的な形してるけど、どこの鍵なんだろ？まあ一つの謎は解読したということで、違う部屋探索しようか。ラジャー。純情派？僕は情熱派だから、君とは分かち合えないね。ごめんな。うん、どうでもいい情報ありがとう。この人に対して何もできないけど、何なの？この人の存在価値って何なのよ？純情派ってことを伝えたかったんだよ。次の部屋。おっさん犬だ。おっさん犬だね。だから何なんだよ。あてね、このゲームを理解しようとしちゃダメだ。本能のままにプレイするんだ。Are you okay? Okay, okay.これ、何もできないのかな？富士山。あ、ここには何か隠されてそうな予感がするぞ。うぎゃ？トマトが、トマトが、突然の衝撃でアテネが壊れちゃった。仕方ない。このおっさん犬でも見て、気分を落ち着かせてほしい。キモい、気分が、どんどん悪くなる。おっさん犬がかわいそうだ。こんな必死に役作りしてるっていうのに。次行きましょうねー。うん、鍵がないから無理ね。この持ってる鍵も使えないみたい。ダメだこりゃー。次の部屋行きましょ。なんかいる。この人にはきっと絶対存在価値があるわー。コインが出てくるー。これあれだ。一定数の数値まで行くと、何か起きるっていうあれだ。マジかよ。どう見てもコインが出てくる花瓶にしか見えないけど。うん、これ何も起きないやつだ。今までの時間を返せ。よくわかんないものだらけで、なんだか進展がないねー。とりあえず、この持ってる鍵を使えたらいいんだけど、形からして、最初のところの棚かな？なんだこれ？ロボット？後回しだー。
よし、使ってみよう。さあ、開いた。開いたね。ほう、何か入ってたけど。デスクトップ？うわぁ、中に入れば入ってるんだが。そんでも一つカードキー？よっしゃ、カードキーで開けられる扉があったよね。ふぅ、やっと進展があった。これ中に何が詰まってるんだ。お米？お米はやべぇ。よしよし、このカードキー使いに行きましょ。はーい。ガシャリ、開いたぜ。左のガラスケースなんだろ。おっさんが入ってたりして。そんなことなかったわね。畜生。何これかわいい。そうだよ。おっさんじゃなくてこういうのが見たかったんだよ。癒されるわー。四方に図形が書かれてるから、さっきのが関係してくるのかな？その可能性は高そうね。あ、そういえばさっき富士山あったよね。あれも関係してるんじゃ。なるほどなるほど。まずは富士山の暗号から解いていきますか。うんうん、名探偵アテネに任せてよね。自称名探偵、ボソ。ん？ははは。さっきは気づかなかったんだけど、この絵画、動かせる。ほうほう。アベルアベル、この絵画、どう思うよ？そうだねー。ズバリ、後ろに人が隠れてると見た。はぁ、ちった頭働かせたらどうだ？おーん。ひどい、これでも俺なりに推理してるっていうのに。ズバリだね。ここの四方に図形が書かれてるでしょ？ふむふむ。そしてさっきの青い扉の部屋の人たちは、順番にお辞儀をしてた。なるほどなるほど。だから、そのお辞儀してる順番に絵画も動かせばいいってことだよ。そういうことだったのか。すごいよアテネ、こりゃプロの探偵も顔負けだね。えへへへへー。こりゃ探偵デビューも近いんじゃないかな。豚もおだてやなんとやらだな。なんだって？ほら名探偵アテネ、お辞儀の順番見てないと。もう、仕方ないなぁ。というわけで、順番に動かしていくよ。ごくり？まずは左上。お次は？右上。うぐ。そして左下からの右下。う、ドキドキ。右上からの左上。何が起きるの？あ、こんにちは。いや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 、思ってたんと違う。これ、思ってたんと違う。アテネ、失礼だよ。え？せっかくこのお方は鍵を差し出してくれてるんだよ。感謝しなきゃ。そうだね。ありがとうございます。ありがとうございます。うわぁ、今取るとき唇触っちゃった。うわぁ、いやお前の方がよっぽど失礼だよ。感謝の彼女も感じられないよ。まあまあ、この犬を見て落ち着いて。いやだよ。多分ここの鍵だよね。よっしゃ。どんなへんてこなものが待ち受けてることやら。まああれは後回しにして、テレビから調べようか。特に何が映るってわけでもないのかな。調べても何もできない。ぽい。テレビも後回しだねー。また出た謎の四角形。これいろんな部屋で見かけるんだけど。お、何かの暗号だ。12699126。そしてお月様。お月様といえば。最初の部屋？だろうねー。よし、調べよう。急に目開いたりとかないよね。つぶらな瞳でこっち見つめてくるとかないよね。この見た目でつぶらな瞳はやばいなぁ。けど、何にもできないみたい。他のこと進めるしかないみたいだねー。これだね。これね。さっきの数字通りにボタンを押すってこと？でも、どの順番かわかんないからねー。うぬぬぬぬぬ。さっき出てきた数字は、1269。そしてボタンはひし形に4つ。ああ、そこまで来てるんだけどなぁ。もう少しでこんにちはできるんだけどなぁ。12、6、9。もしかしてこれ、時計を表してる？ああ、それだ。つまり、時計の数字の順番に押していけばいいと。なんだろうこの、わからなかったことが解けた時のスッキリする感覚。わかるよ、頭の中で引っかかってたものがなくなる感じね。とりあえず、順番通りに押してこうか。だね。まずは12。その次は6。そして9、お2回。そんで、12と6を押せば。いけるか？来たこれ。リモコン、だね。これでテレビがつけられるようになるのかな？おそらく。早速さっきの部屋に戻ろうか。ゴーゴー。ここでリモコンを使ってみると。目が開いてる。こっちみんな。何かできるよ。こいつ自分の耳でビンタしやがったぞ。楽しいなおい。ああ、ド S が発動しちゃった。けど、このビンタに何の意味があるの？アベルと同じで、ド M ってことじゃない？なるほどなるほど、それなら納得なんでやねん。タイミング合わせてきただと？多分だと思うけど。さっき壁にロボットみたいな絵があったでしょ？そのロボットがこの人なんじゃないかな？ほうほう。ってことは、その絵に書いてあった通りの順番にビンタすれば、何かが起きる。よし、早速絵を確認しに行こう。あ、ビンタは私の役ね。お好きにどうぞ。って、テレビの裏に電源ボタンあったんだけど。